なんで複数税率があり、なんで今回インボイスかって一言で言うと、自公政権は消費税もっと上げようと思ってるんですよ。発動すればするほど課税負担が増えるのはもうやっぱりやめていこうっていうことで、実はフローからストップでっていう当然が、ストップの議論をすると結構バッシングされるんで、政府はですね、すぐにこの100万円の壁を使うわけですよ。非課税世帯対象のお金配りますって何回配ってんねんっていう。めちゃくちゃ配ってますよ。めちゃめちゃ配ってるよね。大学プランで言ってるのは、非課税世帯には給付をやっぱり否定差し上げなんだからね、はい、それをなだらかに公正公平にやるっていうのが、給付税控除の、負の所得税の思想なんです。今の本当非課税世帯だけにお金を配り続ける方法が一番いいのかってなるとどうかなって。だから再分配をちゃんとやった上で子ども政策は所得制限なんです。